いやーちょっと今体勢が悪い。こんな感じでね、ちょっとローソンでいろいろちょっとやってました。トイレ行って、トイレ行ってなんかココアでっかいなって、これとこれ買ったんですよ。また雨降ってた。なんかめっちゃあった、ホロライブのやつだと。最近ちょっとハマりつつあるから、ちょっとねめっちゃこっち見られてた警察の人たちに。まああのあるんだったら買ってこうと思って、ちょっとこれ開封するか。僕は何をしに来てるんで出雲市に。あのね、今回ねこちらのお土産を買わせていただきました。540円で10個入りのなんかチョコレートパイが入ってるそうです。これね、あ、こっちか、こうなる。ちなみにこれをね、このお土産をね買った値段よりも、あのまさかのね、このでっけえココアとホロライブのこのチョコ買った時の値段の方が高いですね。600何本でしたね。意味が分かりません。僕は一体何をしに来たんだろうなって感じです。誰が当たるかな。うん、じゃあちょっと当ててみるか。なんで僕は電車の中でこんなことやってんだ。電車これそもそも失礼なし、あ、失敗したって方。ちょっと片手だとむずいな。例えば詰め切ってこなかったんだ僕。そういえばこういう時だけは詰め切ってないの便利ですね。やっぱちょっとこれ一旦閉じるか。誰が出るかな。あ、まつりちゃんだ。僕がホロライブをマジで見ようかと思ったきっかけの方じゃないですか。赤色まつり、失礼、夏色まつりちゃんが出ましたね。赤スパまつりって調べてみてください。この世のものとは思えない光景が広がっております。びっくりしました。こんな感じでまつりちゃん出ました。やった。まあ正直なところはね、まつりちゃんか白上ふうきちゃん、この子たちが、この人たちが出てたら OK だった。うん、ご乗車ありがとうございます。なんで8ですわ。ほう、なんかいろいろあるらしいけど、まあいいや。ラインラップ10個なんかいろいろあるっていうのは分かった。こういうウェハースだったんで今日買ったんですよね。あんまりあのよくあるあの薄っぺらいやつ、あれ好きじゃないんですよね。まあそんな感じで、まあ、意味わからんところでねオタ活をして、まあ、意味わからないことをまあやったといった感じでございます。なんだこの動画。